はい、どうもー、毎日ポジティブ418回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福井哲、よろしくお願いいたします。さあ、本日ですね、お話、6月の6日のお話なんですけども、僕がですね、前職で働いてた AP カンパニーというですね、塚田農場とかをですね、100店舗近くですね、経営しているですね、飲食の会社がありまして、まあ、その会社がですね、大きくこれからですね、業態変更をしていくと、半分ぐらいのですね、お店は塚田食堂というですね、居酒屋ではなくて食堂、ご飯を食べるファミリーレストランみたいな、そういう風に業態変更するというニュースが出てました。うん。まあ、もともとね、ずっとですね、前年割れをですね、続けていた、まあ、非常にですね、厳しい状況の中ですね、経営をされてたんですね、その AP カンパニーという会社はですね。まあ、その中で、このままね、コロナでね、大きな、まあ、団体のね、予約っていうのはもう、ほぼほぼ入らないだろうと。まあ、そうですよね。今のコロナのね、状態で、会社としてね、大きなもう20人とか30人のね、飲み会をするというリスクを考えたときに、まあ、そんなことさせられないですよね。だいたい企業とか会社は、まあ、そういう大きな飲み会は禁止にして、まあ、やるんであればオンラインでね、飲み会をするとか、例えば、まあ、少人数でね、飲むとかに移行していくと、そう大きな、ね、団体は入らないと。もうこのままね、居酒屋の業態を続けていくよりも、まあ、僕の前職のね、塚田農場は、産直、製販直結で、生産者の人から直接ね、買い付けると。だからこそ、中間のところをごっそりですね、そこに対してるお金を抑えられるので、美味しい高級食材がですね、もう安価の金額で食べれるというのが魅力なので、まあ、それをね、食堂にして、美味しい、ね、もうご飯を食べれるお店という形でやるというのは、うん、なかなかいいやり方なのかなと思うんですけども、まあ、それぐらいね、今の飲食店というのは、まあ、居酒屋は特に厳しいという時代になっています。さらにね、僕は前職ぐらいに働いたコロワイドという会社があるんですね。まあ、ここも1300、400億ぐらいの企業、まあ、でっかい会社なんですね。カッパクリエイターとかですね、カッパ寿司もそうだったりとか、大戸屋さんもね、M&A したりとかね、ステーキの宮とか、まあ、基本は大体アマタロとかラパウザとかね、僕はバー業態のフーディアンバー一茶っていう業態に僕はいたんですけども、まあ、そこの会社 もう100店舗近くはもう閉店するというふうに流れてましたね、ニュースで。うん、まあ、もうね、大きな箱で、居酒屋をやるということがもう厳しいと。そして今回のコロナはもう短期的なものではなくて、もう長期的に考えなくちゃいけないと。だ時に今こうやって舵を切ってね、新たな選択を決断をするというのは、うん、なんかやっぱ大手らしいなというか、やっぱ今のうちにね、変えとかないと傷口がどんどん広がってしまうという考え方でね、どん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 新しい形に変えていくと、シフトチェンジしていくと。じゃあこれからね、じゃあポジティブ居酒屋という居酒屋はもうかなり厳しいんじゃないかって思う人もいると思うんですけども、このお店はね、やっぱ個人店ね、そして従業員はね、僕だけと。そして、もう広告費もね、かかってないですから、基本口コミでやっているようなお店なので、まあ、こういうところっていうのはね、まあ、固定費が非常に少ないんですね。まあ、損益分岐点というのがすごい少ないんで、もう低いんですよ。ある程度さえ売り上げれば利益は出るんですね。でなおかつ、なこれからね、やっぱこういう個人店で、まあ、特徴のあるお店、まあ、ポジティブ居酒屋だったらポジティブとか思いやりとか、あとはまあ僕のキャラクターとかね、アクションとか、まあ、そういうものでね、他のお店にはない魅力というのがあると、まあ、こういうお店というのはこれから先ですね、十分戦えると思うんですね。大きな
大きなね、会社、大きなチェーン店でね戦うよりも個店でもう専門性を特化したね、こういうようなお店っていうのはこれから先ね、むしろどん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 そういうお店にこそですね僕は商機があるんじゃないかなと思ってます。ちょうどね、2つの AP カンパニーとあとコロライトという会社、僕がまあ働いた会社で大きくまた進路をね、経営方針を変えるというのを見て、まあ、これから先のね居酒屋を見た時に、まあ、大きなねお店、まあ、うちはもう満席で8名様で満席の店なんで、まあ、こういうところの方がね戦いこれから安いというか、むしろ100席とか200席とか、まあ、そういう大箱でやってしまってる店というのは今歓送迎会とかね、送別会とかなんかのバースデーイベントとかね、もうどんどんそういうのねなくなっていくんで、まあ、そういうところが厳しくなってくるというふうに今のこの僕が働いてた2つの会社のですね動きを見るとすごく分かってくるとね。だからこそね、まあ、ポジティブ居酒屋こう個展だからこそできることっていうのはいろいろあります。まあ、コロナを対策もしながらもこのお店の良さをね消さないようにしながらね、一つずつ、新たにねできることをですね、やっていけばきっとあとね1ヶ月2ヶ月3ヶ月したらねステップ3というのは多分なった時にね、今22時で終わりになってしまってるんですよ。これが24時になったり深夜になったりと変わっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、そこの中でね、十分これから先戦っていけると思います。そういう風にね、まあ、今の変化をねしっかりと考えた上でどうこれから自分たちの行動を変えていくかというのはすごく大切なので、ちょっと前職で働いてた会社がニュースに出てたんで、まあ、それをね、見ながら情報を得ながらこれから先の戦い方というのをですね改めて、僕は再確認できたかなと思います。今日はですねちょっと固めの話になっちゃったんですけども、まあ、こうやってね、まあ、これからも飲食店ちっちゃい飲食店ですね個店が生き残る何かやり方みたいのをそういうものをね、どんどんシェアできたらこういう個人店がねこれから強い時代になっていくと思いますんで頑張って、ね、これから飲食業界の人たちもねお客様もね、来てくれる方々も多くのね影響このコロナの影響を受けてると思うんで、まあ、そういう方々がね、まあ、ちょっとでもなんか元気になれるような、ちょっとなんか笑顔になれるようなそういうですね、このお店の居酒屋をこれからも経営していきますし、この毎日ポジティブもね、まあ、少しでも何かヒントになれるようなことを伝えられたら嬉しいなと思っておりますということで、毎日ポジティブ400じゃあ8回目でございました。ご視聴ありがとうございます。明日はお休みです。